はい、ありがとうございました。時間ですかね。時間ですよね。あと1曲 OK ですか。 ありがとうございます。すいません申し訳ないですね。当初の予定では55分までということだったんです。すいません。もうすぐとっとととっとと歌って、もうとっとと帰ります。最後の歌はですね、福山が去年の紅白で歌いました巴学園というですね、トットちゃんのために歌った、トットちゃんのために黒柳徹子のですね、トットちゃんのテーマソング、巴学園というのは最後の一曲です。すいません。すいません、今日は本当ありがとうございました。無理無理。じゃあ最後までまた目を閉じて聴いていただける。深谷大阪の巴学園です。よろしくお願いします。嬉しいのに寂しくなる、楽しいのに悲しくなる、恋に似て眩しかった恋のように切なかった。大好きな気持ち思い出すと泣きそうです。今も先生友達に私の心育ててくれたの。学び屋の日々ありがとう。私たち違うんだ、顔の形心の形違うって面白いな、だからその手つなぎたくなる。初めてっていつも怖いけれど、とってもワクワクする。ねえパパ、ねえママ、ちょっと待ってて、この場所でならもっといい子になれるから。電車の教室でお弁当食べて、まだ田んぼでプールに飛び込んだ夏は、私の心も裸だ。この夏がずっとずっと続けばいいのにな。大好きな笑顔を思い出すと泣きそうです。今も先生友達に私の心作ってくれたの。学び屋の日々ありがとう。
教えてくれましたね。違うって自由ってこと教えてくれたんですね。大好きって幸せってこと、ほら自由で幸せです。私は今、まどうもありがとうございました。すいません、最後ちょっとあの自分で歌いながらうるっときちゃいまして申し訳ございませんでした。今度あの8月11日にまたあの夜市、島原夜市にまたあのお邪魔することになってますんで、よろしかったらアーケードの夜市に聞いてきていただければと思います。どうも本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。江上博史さんの演奏でした。もう一度大きな拍手をお願いします。お疲れ様でした。すいません、その無理やり、あの私ステージ袖でもう聞かせていただいたんですけれども、目を閉じなかったですけれど、もうゆったりと聞くことができました。もう福山雅治がそこで支えきかけてくれるような本当に優しい歌声でした。今日の演奏を終えていかがだったでしょうか。いやいや、もう久々の島原が本当にあのじっくり聴いていただいて、多分目を閉じて聴いていただいたので、最後本当なんかこちらが感動してしまいました。本当ありがとうございました。ありがとうございます。あの前のお客さんがね、目を閉じて聴いてらっしゃったのが見えたんですけれども、福山に見えてきませんか。見えてきた人、あの声だけじゃなくて姿も福山のようにかっこよく見えたということです。はい、江上さんの演奏でした。ありがとうございました。